名探偵サンさんの出番ですな。サンさん、どうしたの？クモリン君、昨日は何を食べましたか？ハンバーグとご飯だけだもん。これだけじゃなんとも。他にもヒントがあるかもしれない。ああ、待ってよ。なんじゃこりゃ。僕じゃないよ。僕の推理では、クモリンの好きなバナナをこっそり食べて、寝てるクモリンにいたずらをした。クモリンに恨みがある者がいるんだ。かわいいよ。この匂いは、うんち、これは大事な証拠になるかも。なんだかとっても丸くて大きいな。あ、ゾウさん、このうんちはあなたのものですね。あなたは家で何をしてたのですか？ゾウさんは何もしてないよ。しゃべった。その証拠は？僕はゾウさんが食べた草やリンゴ、あとスイカでできてるんだ。何？バナナの匂いをたどってここに来たけど、もう食べられてたよ。なるほど。そういえば向こうにもうんちがあったよ。サンさん、こっち来て。これか。まだ新しいようだが、これまた違う形。わあ、怖いよ。ライオンさんだ。あなたがいたずらしたんですか？僕はライオンさんが食べたお肉でできてるっす。バナナじゃないんだ。バナナの隣にあった美味しそうなお肉を食べてたっす。僕のお肉、ライオンさんが食べちゃったの？なんでもない。バナナは確かモコモコの羊さんが食べてたような。ありがとう。犯人がわかったぞ。あとは羊さんを見つけるだけだ。ここに手がかりがあるはず。ねえ、サンさん。おっと、この四角いのは？あ、チョコレートかな。触っちゃダメ。僕、うんちだよ。危なかった。四角いうんちだって？なに？ダンゴムシさん？このうんちはダンゴムシさんのものなんだ。どうしてここに？昨日は外で葉っぱを食べてからここを探検してたんだよ。そうだ。ここで羊さんを見なかった？羊さんじゃないけど、この人がいっぱいバナナを食べてたよ。ちょっと外に遊びに行こうかな。クモリン、なぜそんなに汗をかいてるのかな？僕昨日一人でこっそりパーティーしてました。食べ物の匂いでみんな近づいてきたんだね。なぜ一人で？いっぱい食べれるからです。そしたら食べ過ぎてお腹痛くなっちゃったけど、うんちするのが恥ずかしくてそのまま寝ちゃいました。それで朝起きたらこんな姿に。お腹の中でうんちさんが出たがってるんだ。我慢はダメだよ。生き物さんたちはご飯を食べたらみんなうんちをするんだよ。そうだよクモリン。僕トイレ行ってくる。頑張れ。あー、おうちが、すっきりした。なんじゃこりゃ。みんなは我慢しちゃダメだよ。そうだ。これで遊ぶよ。マグネットブロック、カラフルでかわいい。レッツプレイ。まずはブロックを全部出していこう。わー、いっぱいだ。いろんな色や形、数字や文字も入っているね。楽しそう。わー、
グネットになっているから自由にくっつけることができるんだ。面白い。いろんな形を作ってみよう。この三角を耳にしてここをくっつけたら、見て、猫ちゃん。かわいい。僕も作る。三角と四角をくっつけて、じゃん、おうち。二つくっつけただけじゃん。じゃあくもりん、これは何になるでしょう。何この形、全然わかんないよ。みんなもグッドボタンを押して一緒に考えてね。ここを持って持ち上げると、わあ、お家になった。これなら僕たちも中に入って遊べるよ。すごい。いろんな立体の形を作ってみよう。僕ボール作りたい。真ん中に三角を置いて、周りは四角、さらに周りに三角を置いたら、あれ、ボールの半分しかできてないよ。そうしたら同じパーツをもう一つ作って、さっきのパーツとくっつければ、ほら、ボールの完成。やった、ちゃんと転がる。この数字のパーツを使って四角いブロックに順番にはめていくと、1、2、3、4、5、6、四角いブロックを6枚使ったことがわかるね。ほんとだ、すごい。マグネットブロックは何でも作れるよ。僕動物園に行きたい。それじゃあ車に乗って動物園まで行こう。車はどうやって作るの？このタイヤパーツがあれば車を作れるよ。ここにこれをくっつければ前輪の完成。後輪には僕たちが乗れるようにこの大きなブロックを使おう。車は英語でカーだから、四角いブロックには C と A と R をはめて使おう。前輪と後輪をこれでつなげたら、じゃーん、カー、車の完成。すごい。早速乗ろう。動物園へ出発。ペガリ見て、お馬さんがいるよ。本当だ、こっちはペンギンさん。かわいいね。僕お魚さんも見たい。お魚さんを見るには海に行かないと。よし、じゃあ船を作ろう。船は英語で船。全然違う。船はシップだから SHIP をはめよう。ここをくっつけたら、よし、シップ、船の完成。かっこいい。早速海に行こう。くもり見て、お魚さんだよ。わー、かわいい。あっちにはヨットもいるね。はーい。よし、くもりん、そろそろお家に帰ろっか。やだ、僕星も見たい。星？じゃあ宇宙に行かないといけないよ。ロケット作るもん。こうやって、あれ、うまく立たないよ。ここのパーツが足りてないんじゃない？ほら、ここにこうやってつければ、はーい、これで発射できる。ロケットは英語で ROCKET だよ。早速宇宙へ行こう。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。キラキラしていて綺麗だね。あ、雲に見て、星が回っているよ。本当だ、大きい、綺麗。星が見れてよかったね。うん、それじゃあ地球に帰ろう。いろんなところに行けて楽しかったね。うん。なんだこの音。星が落ちてきてるよ。わー、逃げろ。こういう時は飛行機になって飛んじゃえ。イエーイ、なんとか逃げられたね。助かった。いろんな形のブロックがあって面白かったね。問題です。これは何でしょう。正解はコーナー字だ。大正解。クモリン、はんはん。プリル、何してるの？わー、メイク道具がいっぱい。ふふふ、お化粧してたの。リップにチークにアイシャドウに、とっても可愛い。私メイク大好きなの。キラキラしてて可愛いし、とってもおしゃれになるし、それにこの魔法のリップは。魔法のリップ？いただきます。はっ、うんうん。
るリップなの。チョコレートでできてるんだよ。チョコレート？本当だ、甘い匂いがする。二人を驚かせたくて作ったんだ。プリル、クモリンもそれ使ってみたい。それじゃあ一緒に作ってみよう。食べられるリップ、気になる子はグッドボタン。用意するものはこれ、バラのリップケースとホワイトチョコレート。これは食紅？早速作ってみよう。まずはボウルを2つ用意して、片方にお湯を注ぐよ。熱いから大人の人と一緒にやろうね。もう片方のボウルに砕いたホワイトチョコレートを入れて、かき混ぜながらチョコを溶かそう。はーい、チョコレート、チョコレート、チョコレートはそれじゃこれをいくつかに分けて、それぞれ違う色の食紅を少しずつ入れていくよ。私はピンク色のリップにしようっと。ホワイトチョコレートに赤い食紅を入れてよーく混ぜると、わあ、チョコがピンク色になった。かわいい食紅を使うと食べ物に色をつけられるんだよ。水色のリップを作ろうっと。青い食紅を入れて混ぜ混ぜ、できた。じゃあ僕は黄色のリップにしようかな。黄色の食紅で混ぜ混ぜ。いろんな色のチョコレートができたね。そうしたらこれを空のリップケースに入れていくよ。リップケースはよく洗ってから使おうね。リップケースは少しだけ回してから、チョコレートを慎重に慎重に。できた。僕もできたよ。僕も。あとはこれを冷やすだけ。ちゃんとできるか楽しみ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。いくらかな。ドキドキするね。早速リップを出してみよう。下をくるくる回して、気に入った？うん、とっても甘いメイクロング、とっても面白いね。そんな二人にこんなリップも作ってみたよ。プリル、これは？これも甘いリップなの。くるくる回すと、あ、ゼリーだ。これはゼリーのリップ。リップケースにゼリーの液を入れてみたんだ。こっちも面白い。中身を変えるだけでいろんな食べられるリップが作れちゃうんだね。食べられるリップ、みんなも作ってみたい？作ってみたい子はグッドボタン。クーモリン、お昼ご飯作ろう。やったー。あー、どうしたの？僕ピーマン嫌い。人参も大嫌い。クーモリン、好き嫌いはダメよ。あ、すくもー。だって美味しくないんだもん。それじゃあ私が野菜が美味しく食べられるお弁当を作ってあげるわ。本当に？やったー。ピーマンの肉詰めさんさんお弁当よ。何それ、面白い。クモリンが野菜を食べられるようにグッドボタンを押してね。さんさんキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。それじゃあまずは野菜を切っていくわよ。はーい。包丁を使うときは大人の人と一緒にね。僕はここでバナナ食べてるに。こら、くもりがピーマンを切ってちょうだい。嫌いなピーマン。種を取って丸くなるように切るのよ。こんな感じ。くもりん上手よ。
人参も玉ねぎみたいにみじん切りにしてね。わかった。小さく切れば嫌いなお野菜も食べられるよね。全部の野菜が切れたら、ひき肉に玉ねぎと人参を入れてよくこねましょう。こねこねこね。片栗粉、卵、胡椒を入れてもう一回よくこねてね。こねこねこね。よくできました。そしたら片栗粉をつけたピーマンにこねたお肉を詰めていきましょう。はーい。入れすぎないように気をつけてね。できた。それじゃあフライパンで焼いていくわよ。じゃーん、ピーマンの肉詰めの完成。おいしそう。僕食べられるかな。大丈夫、見た目も可愛くなれば食べたくなるわよ。見た目が可愛く？そうよ。お弁当箱にご飯を入れて、その上に海苔を乗せたら、真ん中に卵も乗せちゃうわよ。お腹空いてきた。卵の周りにピーマンの肉詰めを置いて、海苔でさんさん顔を作っちゃいましょう。わー、どんどん僕になっていく。最後にピーマンの肉詰めにケチャップをつけたら、ピーマンの肉詰めさんさんお弁当の出来上がり。すごい、さんさんのお顔かわいい。それじゃあくもりん、食べてみて。嫌いな子はこれを作って食べてみてね。一緒にお野菜を食べられるようになろう。おお、美味しかった。そうだ、次は僕のお弁当作って。カモリン、今日のお絵かき。